今回はスラップにチャレンジしましょう。ベースの奏法ですが、最近はギターでも普通に使われるようになりました。スラップの基本の演奏ですが、親指で弦を叩くサムピング、人差し指で弦を引っ張って鳴らすプル、そしてゴーストノート、これらを組み合わせてフレーズを作っていきます。ただしスラップに見えて通常のピッキングの箇所もあるので、動画でチェックしながら進めてください。9小節目からはサムピングのダウンとアップが出てきます。ギターの場合弦の幅が狭いので慣れるまでは難しいですが、ゆっくりこの動作を練習してみてください。13小節目からはギターらしいコードを弾きながらのスラップになります。これらは歌の伴奏でも応用できるので、ぜひマスターしてください。